うお、やべえ、ソフトに死んでいってる。ユラテの曲ですけど、やばいな、やばいな、落ちていってる。ああ、今まで気づかなかったけど、なんか確実に人としてすごい急加速で奈落に落ちていってる。やべえ、どうしよう。いやー、なんか体に力が入んなくなってる。すげえ、先取り5月病が来てしまった。6月、まあ7月くらいまで5月、いや8月まで5月病が続くのか。きちー、やべえ、パワーが全く入んねえ、どうしよう。いやーね、クソ小話しまーす。いやー、最近ね、ココア飲みてえなって思ってね、お母さんにココアのね、粉をね、買ってきてもらったんですけど。で、まあ、粉入れるんですけど、なんか間違えて、大さじ3杯入れてて、山盛り大さじ3杯入れてて、やばいなって、アメリカかって思って、思いながら入れて甘いなって思って、もうよくよく見たらやっぱ、ティースプーン大盛り3杯だったっていうので裏切られたなっていうのありますね。よく見てない、俺のお母さんと一緒です。俺のお母さんはよく見ないで商品を買うんです。怖いです本当に。最近直近でね、間違えてるのがね、リアルゴールドだっけな、リアルゴールドの新商品だから買ったっていうけど、リアルゴールドの商品のやつがね、なんかブラックコーヒー風リアルゴールドみたいなクソまずいもん買ってきて、ね、新商品だから買っちゃったーとか言ってて、あー怖えーって思って、次はなんかね、どっかの安売りしてるスーパーで、なんか何を勘違いしたか、水を炭酸水だと思って、安売りしてくるからなんか2箱買ってきちゃったって言ったら水だったっていう、怖いなって思っちゃいました。あー、お腹痛い、寒いな、普通に寒い、払いてーお金払いたいみたいじゃん。あー、お腹痛い、急に腹痛が来た、やべー、なんか、あ、普通に熱か、普通に熱か、風邪かな、普通に、普通に風邪かもしれない、多分普通に風邪だ。痛えな、腹、風邪だ風邪、今日は寝ます。あー、寝ちゃったな、今日も俺は寝ちゃった、普通に風邪だ。じゃあね、トイレ行ってズボン履いて、ズボン履いてトイレ脱い、トイレに行ってズボン脱いでトイレして、まあ、トイレという名の小便をして、お母さんが間違えた水を持ってきて、部屋の扉を閉めておしまいかな、うん、じゃあ一旦終わります。気だるさ雑談、いや最近タイトルつけるのがちょっと、なんだろう、できなくなってる。俺のアイデンティティの一つでもあった突飛なタイトルがつけれなくなってるんで、ちょっとタイトルつける練習します。